今日の授業はアナログとデジタルデジタルの表現、二進法と情報量の単位デジタルデータの特徴について説明していきます暑い、いかき氷食べたい気温は、え、35度確かに今日は暑いですねそちらのアナログ温度計はだいたい35度くらいですがこちらのデジタル温度計だと34.9度と 正確な温度がわかりますね1。アナログとデジタル温度計だけでなく時計もデジタルとアナログがありますけど具体的にどう違う違のですか温度計の液中の長さや時計の針の位置のように区切りなく細かく測れるような連続して変化する量をアナログ量または連続量と言います。 アナログ量で表現されていることをアナログと言いいアナログで表されたデータをアナログデータと言います一方、飛び飛びの値しか取らないような量をデジタル量または離散量と言いますデジタル量で表現されていることをデジタルと言いますデジタルで表されたデータをデジタルデータと言います例えば小数点以下第1位まで表示できる デジタル温度計の場合34.0、34.1、34.2 34. と0.1間隔で表現できますがその0.1の間を細かく表現することはできずデータの数は有限個です一方アナログデータは数値で表現しようとすると無限個のデータが存在します最近はスマートフォンやタブレットなどの電子機器が普及し アナログデータをコンピューターが扱えるデジタルデータに変換して扱うことが多くなってきています。アナログデータをデジタルデータに変換することを AD 変換またはデジタル化と言います。一方、デジタルデータをアナログデータに変換することを DA 変換またはアナログ化と言います。2、デジタルの表現、二進法等、情報量の単位。コンピューターの世界では、 例えば、電圧低が0、電圧高が1のように、1対の2つの状態について、それぞれに0と1の数値を対応させて処理しています。そして、0と1の2つの組み合わせで数を表現する方法を二進法と言います。また、二進法で表した数値を二進数ということがあります。一方、私たちが普段使っているロから九までの 10個の数字の組み合わせで数を表現する方法は十進法です。十進法と二進法の変換方法は次回の授業で詳しく説明します。十進法では1010と読みますが、二進法では10と数字を1桁ずつそのまま読みます。このように二進法では2つの状態を区別できます。何個の状態を区別できるかは情報量という数値で表します。 その最小単位がビットであり、二つの状態の区別は1ビットでできます。1ビットは二進法の一桁に相当します。うーん、情報量のイメージが浮かびません。より身近な例で考えていきましょう。例えば、スマートフォンの電源オフの状態を0、オンの状態を1と紐付けて、二つの状態を区別できます。これは、 0か1の1ビット、つまり二進法1桁で区別していることになります。次に、情報量2ビットに増やしたらどうなるか考えてみましょう。2ビットは二進法2桁に相当しており、区別できる状態の数は、2つの0と2つの1の組み合わせの数となります。そして、その組み合わせの数は00、01、10、11の4つです。したがって、 情報量2ビットでは4つの状態を区別できると言えます例えば春を00夏を01秋を10冬を11というように紐づ付ければ四季を区別できるということですなおこの0001のようなビットの並び方をビットパターンと言いますでは3ビットだといくつの状態を区別できるでしょうか3ビットだから二進法3桁ですよね 組み合わわせせが多くくてよくわかりません実は組み合わせを全部書き出さなくても簡単に求めることができます先ほど説明したように2進法1桁1ビットで区別できるのは0か1の2つです2ビットになると2つの各桁が2つに区別されますこれは1桁目が0の時と1桁目が1の時のそれぞれにおいて2桁目は 0ととの2つのつ場合があるということです。これを数式で表すと 2×2 イコール2の2乗となり4つの状態を区別できるということになります3ビットでも同じように考えます2桁目までで区別できる4つの状態それぞれにおいて3桁目は0と1の2つがありうるのですから 2×2×2 イコール2の3乗で 8つの状態を区別できるということになります。さらに4ビットでも同様に3桁目までで区別できるのは8つの状態のそれぞれにおいて4桁目は0と1の2つがあり得るのですから 2×2×2×2 イコール2の4乗で16個の状態を区別できるということになります。ここまでをまとめると区別できる状態の数は1ビットの場合は2つ。 2ビットの場合は2の2乗個3ビットの場合は2の3乗個4ビットの場合は2の4乗個であり n ビットの場合は2の n 乗個の状態を表すことができることがわかりますまた8ビットをひとまとまりにしたものを1バイトと言いますこれよりも大きな情報量の単位は2の10乗である1024ごとに呼び名が変わりますバイトの1つ上の単位はキロバイトで 1>, 1バイトの1024倍が1キロバイトということになります。単位の頭につける記号を折等字、または折等語と言います。例えば、キロバイトなら、計が折等字です。重さの場合は、1キログラムイコール1000グラム、距離の場合は、1キロメートルイコール1000メートルと、1000倍ごとなのになぜ情報量は、 千二十四倍ごとなのですか。コンピューターは二進法で動作するので、二の十乗を基準とした方が扱いやすいからです。十進法を基準とした国際単位系 SI では、キログラムやキロメートルといったように千倍ごとにセット字が用いられているため、それと区別するために情報量の千二十四二の十乗倍の場合は K を大文字にしています。また。 国際電気標準会議が SY、SI、とは別に定めている情報量を表す単位としてこのようなものがあります大学入学共通テストなどの試験ではバイトからキロバイトなどの別単位への変換をやりやすくするために K を小文字にして1キロバイトを1000バイトとして計算するように書かれてあることもあり得るので注意して問題文を読んでください3デジタルデータの特徴 デジタルデータには大きく分けて3つの利点があります。まずは情報の失われにくさ、ノイズに強いです。信号の乱れや雑音をノイズと言います。音などのアナログ信号は連続した波の形の波形を描きますが、ノイズが入ると波の形が乱れます。これを修復することは容易ではありません。これに対してデジタル波形はこのように0と1の領域が明確なので、 多少のノイズが加わっても修復はしやすいです。このような特徴があるのでデジタルデータは複製や伝送をしても劣化しにくくなっています。なお、この0と1の境界線を式位置と言います。二つ目の利点は情報の加工、統合のしやすさです。デジタルデータは修正や編集などの加工や統合が容易です。デジタルデータには文章、音声、 画像など様々ありますがそれらは編集ソフトを使ってつなげるカットするなどのように編集することができますまた文章、音声画像を統合し動画とすることもできます3つ目の利点は情報の記録や通信のしやすさですデジタルデータは通知という普遍的な形式で表されたものであるため 文章、画像、音声、動画など様々なデータを同じメディアで記録することができますまたネットワークを介してデータを送ることも容易にできますデジタルデータの欠点は何かあるのでしょうかデジタルデータは離散値なのでアナログデータをデジタル化すると元のデータの一部が失われてしまうことがあります例えば最小単位が 0.1度のデジタル温度計の場合29.93度は29.9度となり0.03度の差が失われてしまいますこのように AD 変換で失われるデータを変換誤差と言いますなるほど今日の授業は以上になります要点チェック問題2の1にチャレンジしてください最後までご視聴ありがとうございました共通テスト対策情報一決定版 オンのすべてを動画化超基礎から挫折ゼロイナッチのちょっと深掘り動画と本で完全理解なるほど共通テスト用プログラム表記を動かしながら理解豊富なアウトプット教材で無理なく高得点レベルへ豪華得点が詰まったこの一冊で 志望校合格を引き寄せてください。